さあ始まりましたね、セイノーでございます。あ、申し遅れました。超特急4号車の拓也でございます。さあ今回副音声ということで、年末に、去年の年末に行われたツアーのセイノーの副音声をやっていきたいと思います。今の回の煙すごいがすごいマイクに通っていて面白かったですね。さあセイノーはやっぱり超特急の中でもね盛り上がる曲ですよね。ここ好きですよ。かっこいいですね。ここやっぱり衣装がいいですね。これは回が考えた衣装なんですけど、この回と結城のね、こうそれぞれ、回は肩、結城が腕の肘部分かな、ちょっと穴が開いてましてね穴が開いてるっていう表現はどうなのか分かんないけど、すごいおしゃれですね。あ、セクシーポイントいきますよ。あ、嫌な顔しましたね今。ちょっと調子乗ってますあの時。あ、量がすっごい顔才能は本当にやっぱサビのね、あの手の振りがやっぱりみんな8号車の皆さんもよくやりやすくて、ね、一緒に踊ってる感じがいいですね。あ、この時たかしだったですねあの穴入ってるとこ触りましたね今ね。いやいい、龍河の上のトップスも好きなんですよね。いろいろみんな喋ってるな、ニヤニヤしながら踊ってますね僕ね。行くよ、はい、量が顔、また量が顔。いや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 、カメハメハ、はい、ほんのほんのほん、はい、ほんのうな、はい、ほんのうたげ、あ、いいですね。ここも好き、この振りもすごい好き。まあ、楽しかったですね。もう去年の年末ってことで、まあ、正直そこまでまだ、ね、日にちも経ってないってことで、なんかだいぶ前のように感じますけど、ちょうどね、ちょうど昨日だったかな、あまりにもこう家にいて暇すぎて代々木の公園を見たんですけど、年末も改めて見たいなと思いました。あ、これたかしのねやってたやつをあれいつも考えるとき、ほんと直前に考えるんで、前から考えときゃいいのに、忘れちゃうんですよね。すげえ寒いの、この部屋。そんなことどうでもいいけど。寒っ。聖夜の夜。はい、トントン。はい、貝の笑顔かわいかったよ、今。量が顔。おー、ゆきさんセクシー。たかしの笑顔が可愛いですね、ほんとに。はい、一個一個八号車の声が響いてます。ここも最後の盛り上がり、追い込み部分ですよ。あ、セクシーポイント、今のたかしのなんかのささやきが良かったですね。音を開けそう。いや、たかしということで、超特急の性能でした。4号車だけの副音声でございました。煙がすごい。